統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。東京競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、4レースと9レースの2つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、 11レースの1つのレースとなります高評価の本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます東京競馬4レースの本命馬から解説していきます本命馬は7枠13番福ちゃん東名ですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は45%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで 本命馬の能力と、他馬との力関係から見ていきます。近走で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、一層前の指数の66で、連帯目安の黄色線を20上回っています。一方、最低の指数となっているのは、2走前の指数の44で、黄色線を2下回っています。本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との、 能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の49で本命馬のピーク指数に対して17下回っています最低指数に対しては5上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の49で、本命馬のピーク指数に対して17下回っています。最低指数に対しては5上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、タバとの力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。 次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1400メートルとなります指数がピークとなっているところは1層前は紫の丸が1300 1300が適距離ですが2層前の紫の丸今回と同距離の1400で低指数となっています1400は若干長い可能性が高いです 展開面を見ていきます。レース展開は、ミドルペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、一層前はオレンジの四角が4番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、67でトップです。上がり指数は、46でトップです。 高い先行力と上がり指数でちょい差しが効くと思われます。青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら、今回は指数を下げる順番です。以上より、本命馬の適性は、展開面が高評価できます。一方、距離適性と、調子がリスクです。適性面には、リスクがありそうです。以上の分析をまとめますと、 他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面にはリスクがありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 京都競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが s ランクのレースは2レースの1つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが a ランクのレースは9レースと11レースの2つのレースとなります。高評価の本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。京都競馬10レースの本命馬から解説していきます。本命馬は7枠10番。 ワイドエンペラーですこの馬の偏差値ランクは b ランク勝利確率は33%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2走前の指数の80で連帯目安の黄色線を5上回っています一方 最低の指数となっているのは、3走前の指数の52で、黄色線を23下回っています。本命馬の能力は、抜けている存在とは言い難いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、4走前の指数の79で、本命馬のピーク指数に対して、1下回っています。 最低指数に対しては、27上回っています。この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2層前の指数の76で、本命馬のピーク指数に対して、4下回っています。最低指数に対しては、24上回っています。この馬に好条件となれば、 逆転の可能性があります以上より他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が高く大きなリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は2000メートルとなります指数がピークとなっているところは2走前は紫の丸が2000 2000は適距離です 展開面を見ていきます。レース展開は、ミドルペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、2走前はオレンジの四角が後ろからの競馬です。後方からの差し、追い込みが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、46で9位です。上がり指数は、71で4位です。 平凡な上がり指数でさせないリスクも若干あります。以上より本命馬の適性は距離適性が高評価できます。適正面に大きなリスクはなさそうです。以上の分析をまとめますと、束との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が高く大きなリスクはあります。適正面に大きなリスクはなさそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は 33%と申し上げましたがそのくらいの勝利確率しか望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです